pc アスビョルンセンノルウェー民話集ペテル・クリスティン・アスビョルンセンはノルウェーの民話作家自然科学者民族学者動物学者である代表作に友人のヨルゲンモーと共著のノルウェー民話集があるこのノルウェー民話集はアスビョルンセントモーの共著によることからアスビョルンセントモーというタイトルでも知られているアスビョルンセンはまたガラガラドンという 同じ名前を持つ3匹のヤギが餌を求めて冒険に出かける童話である3匹のヤギのガラガラドンの作者としても知られている。この作品はノルウェー民話集に収録されている。1812年1月15日、ノルウェーのクリスチャニアに生まれる。モートはアスビョルンセンが15歳の頃から知り合いであり、1833年にオスロ大学に入学し、 ノルウェーに伝わる伝説や民話を収集するために、ノルウェー各地を回った。また、動物学者として、ハダンゲルフィオルドを調査した。アスビョルンセンは、学生時代より民話をいくつか記録しており、家庭教師の仕事をしながらも収集を続け、アスビョルンセンともに先立って、ノルウェーの民話をまとめたアンドレアス・ファイエより、民話特命大使に任命するという趣旨の言葉で、 締めくくられた令状を受け取った。当初、大学でアスビョルンセンは植物学を専攻していたが、グリム兄弟によるグリム童話を読んだことをきっかけに、ーと共同しての民話集の観光に乗り出し、1841年にノルウェー民話集を観光した。その後は、前2巻からなる、ノルウェー妖精物語と伝説集も観光し、これはノルウェー語の順化に役立った。 1885年1月6日、故郷のクリスチャニアで亡くなる。2012年現在、ノルウェーの50クローネ紙幣に肖像画が描かれてある。ありがとうございます。